もこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。そして、今いるところがですね、養老渓谷ですね。まずは概要欄 URL より、養老渓谷観光編をご覧いただけたら嬉しいです。そしてですね、現在朝の9時過ぎぐらいなんですけど、今から向かう先がですね、ここから約車で20分ぐらい先にある、久ヶ原駅という、千葉県にある秘境駅の中でも有名な久ヶ原駅というところに行こうかなと思っております。千葉県にある秘境駅はね、2カ所ぐらい行ったことあったかな。十二峡駅とか、結構秘境駅私好きで、電車自体はそこまで詳しくないんですけど、秘境駅自体は結構好きで、この動画内でも奥大井湖上駅とか行きましたね。トータル10カ所以上は行ってるかと思うんですけど、ここから近い養老渓谷、ここから近い久ヶ原駅ですね。久しぶり、多分20年ぶりぐらいに行くかもしれないですね。行きたいと思います。それでは少しの間ですが、ドライブ楽しみたいと思います。デイ、せーの、続くよ、どこまでも、どこ山越え、太鼓。今さっき野生の猿が道路に飛び出してきましたね。興奮するね、そういう光景見ると。もうそろそろ着きまーす。久ヶ原駅到着しました。目の前に駐輪場があって、バーッと映しますね。目の前沼っぽくなってるのかな。この細道を入ってきて今の駐輪場ですね。ではこのまんまノーカットで駅まで向かいますか。こんな感じだったっけな。一回来たことあるんだけど、菜の花がすげえ咲いてたイメージなんだけどな。一応菜の花あるな。もっと開けた場所にあった気がするんだけど、これ合ってるよね。もっと周りが田んぼだった気がするけど、いいね、真横に線路があります。そしてもっと綺麗だった記憶が、わかんないな、もう覚えてないな、昔すぎて。マジで20年近く前だからな。さあ着きました、無人駅。合ってますね。前来た時はこの大学の、大学院か、あ違うか、大学の名前はなかった気がする。三育学院大学久ヶ原駅となっておりますね。あ、ノートもあるわ、駅ノートもありますね。おそらく動画の尺が足らないであろうと思いましたので、事前にですね、電車が来る時間を調べておきました。現在10時前なのですけれども、10時2分、この10時2分の電車が来ると思いますので、あと7分ぐらいですね、待ってみます。テントウムシいたんですけど、でかい。普通のサイズの2倍ぐらいある。いや、2倍じゃ効かない、3倍ぐらいある。いや、4倍。ほら、成人男性の爪と同じぐらいのでかさよ。せっかく来たのでノートに書いていきますか。やべ、気合い入れてでかく書きすぎてしまいました。もちぷよと一緒に書いておきましたので、よかったら見てください。
線路から音が聞こえると思ったら、来ましたね電車。さて人は乗っているのかどうなのか。上総中野来たてしまいましたね、降りるお客様はいらっしゃいませんでしたね。というわけでいかがでしたでしょうか。久ヶ原駅電車も行ってしまいましたので、そろそろ私も出発しようと思います。この先1キロぐらい行ったところに道の駅があるそうなので、そちらで少しゆっくりしようかなと思っております。今回は時間に合わせて、電車の来る時間に合わせてこういう秘境駅来てみましたけど、やっぱ電車と一緒に見るのは素晴らしいですね。また格別ですわ。ただかといって時間に合わせて毎回行くようなことは多分しないと思いますけれども、秘境駅やっぱり雰囲気いいっすね。なかなか遠いところにあるから普段行くことがなかなかできないですけどね。またぜひ行く機会があったらこうやって動画に収めようかなと思っております。それでは短い動画に、なると思いますけれども、よかったら高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。道の駅竹浦の里大滝に着きました。規模自体はそこまで大きくないですけどね、結構車も止まっててにぎわっておりますね。そして綺麗、結構新しいのかな、綺麗だな建物が。なんか入ってみよう。店内が撮影禁止だったので撮れませんでした、玉ねぎが安かったので買いました。それでは帰ります。